そうだ。俺が相手だ。向かってくる奴は老若男女区別しねえ。よし、力比べをしようじゃねえか。さあ、追っ始めようぜ。で、ちゃ、でや、ちゃ、ほら、舐めてんじゃねえぞ、おい。まだだ。そこに。で、あて、くっ。黙っても構わねえ。てえな。わかった。なめてんじゃねえよ、おい。よし、行くぜ。よし、行くぜ。くぜ。とげ。うわ。逃がすか。やるなら全力だ。わかった、僕が指示を出すよ。なんだと。
こんなものか。逃がすか。くらえ。デトロイトスマッシュ。どうだ。おっと。くらえ。デトロイトスマッシュ。おっと。くらえ。デトロイトスマッシュ。おっと。くらえ。デトロイトスマッシュ。無理だ。無駄だ。おっと。そこだ。くらえ。デトロイトスマッシュ。無駄だ。おや。なんだと。どうだ。攻撃しろ。無駄って。僕は来た。せーわーで、どうだ。出て。せーりゃーやっと。せーやっ。無駄だ。くらえ。デトロイトスマッシュ。くそ。無駄。おっと。くらえ。デトロイトスマッシュ。無駄だ。くらえ。デトロイトスマッシュ。任せてくれ。おら。これ。いや。いや。血だらけよ。どこ。見てるの。わあ。分かった。違う。力のすべてを今ここに。お団着流波。いや、そこだ。助けに来たよ。力のすべてを今ここに。お座着流波。調子に乗りやがって。やはめ波。突きあり。ドラゴン最大の王子。お座昇流波。ヒヨヒヨヒヨランキュウラー。ヒヨクソが。やった。僕たちの勝ちだ。遅いわ。さあ、かかってきやがれ。と、せや。と、たまに。やがれ。せや。無駄だ。せや。無駄だ。シャロ。なんだと。タバミ。やがれ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 。調子に乗りやがって。そこに。いい気だよな。今楽にしてやる。いい気になるな。おら、たまれ。
しく食らいやがれ。おお、竹見かぞ。手の任せてくれ。ドラゴン最大の王子ノザン昇竜派。どこを見てる。燃え尽きろ。ロザン流氷。行くぞ。バカな。死にやがれ。そこに。絶対に勝ちます。ということだ。油断したな。終わりだ。行くぞ。フリズリーマグナム。ふいよ。ほら。ラウンドマン。行くぞ。くらえ。ふぬ。分かった。誤算だったな。相手だ。くそ。やがれ。うわ、くたばれ。うわ、カトン高火球の術。ラウンドマリマだ。これが今繰り出せる最強の技だ。受けてみろ。アバンストラアロー。今楽にしてやる。おとなしく食らいやがれ。竹見かぞ。
遅いわ。なんて美しいんだ。好きにしてくれ。でよっ。逃がさん。ここくらい。でよ。どけ。このおれ。よし。このおれ。じゃあ。グリズリーボス。そこに。俺らでやるってばさ。
遅いわ。行くぞ。コスモを燃やせ。くらえ。俺の最後の技を。ペガサス。ドライブキャッツ。今だ。よっ。くらえ。
遅いわ。仕事とはいえ女性に手を挙げるのは。ほい、美人さん。そこで終わんな。そこで。かっこいいところ見せちゃおうかな。よし、わかった。危ねえ。これでどうだ。危ねえ。突き割り。手の。ふいっ。うわっ。
させてくれ。ワンノブサウザワンノブサウザンドだ。今だ。それでも
みんな集まったな。決戦の時だ。敵の本拠地と思われるエリアが判明した。これまで世界各地に分散する形で隠され、所在不明だったコズミックキューブがここに来てあるエリアに集結しつつあることが、キューブの強いエネルギー反応で明らかになった。おそらくカインたちが企てている計画に必要なコズミックキューブが集まり、もはや隠す意味もなくなったのだろう。つまりカインの計画は最終段階に来ているということだ。悟空、ルフィ、ナルトの行方はまだつかめていないが、彼らを待っている猶予はない。今すぐ J フォース全戦力をもって攻撃をかける。目的地はニューヨークだ。すでに他のメンバーもニューヨークへと向かった。これが最終決戦。君の力を信じている。君が生み出す大きな力、思う存分解放するんだ。期待しているぞ。転送完了しました。来たか。みたいだね。食べ放題。皆さん、ここは通しませんよ。あなた方の命運はここで尽きるんです。
このまま終わらせるのは惜しいね。トグロさん、どこに行くんです？もう少し待とうと思って、真っ向からパワーをぶつけられる敵にそいつがなってくれる。賛成。ここで摘み取るのはもったいない。彼らはもっともっと美味しくなる。勝手な人たちですね。ですが、それは私も同じ。この星の生命体を根絶やしにするのに必要な手下たちも十分手に入れました。カインの利用価値もそろそろ。あなた方、命拾いしたようですね。引き上げるとしましょう。アンブラスベースより通信です。無事のようだな。急いでくれ。先に向かったメンバーたちがベノムズに押されている。平気か、お前たち。大丈夫です。平気です。このままではまずい。連戦でみんな限界が来ている。おい、アサ。だから平気ですって。アサ、来てくれたか。Yeah!
無茶だ、逃げろ。螺旋丸。これは。孫、無事だったか。ああ、心配かけたな。あの後3人で踏ん張ってもうちょっとで切り抜けられそうだったんだけどよ、カインが持ってた黒い本の力でジャンプ世界に飛ばされちまったんだ。苦労したようだな。だが戻ってくれて助かった。ちょっと見ねえうちにずいぶんたくましくなったんじゃねえか。長い間留守にしちまって悪かったってばよ。ここからは俺たちも一緒だ。まずはこいつらを片付けるぞ。孫、助かったぞ。だがこれで終わりではないぞ。カインの計画を止めねばならん。何を止めるだと。貴様、また会ったな。だが今回で最後のようだ。ガルム、何かしら。俺はこいつらの相手をする。そのお前は計画を進めておけ。分かった。ジャンプ世界です。現実世界は破壊された。もはや手遅れだ。どんなに抗おうと現実世界もう元の姿に戻りはしない。結局おめえは何をしてんだ。ただ叩けてんならオラが相手してやっから、この世界を壊すなんてやめろ。それは無理だ。俺が望むのは戦いの先に破壊や造、そう世界を作り変えるための糧となるのだ。
回りくどい言い方すんな。壊してえだけなんだろ。だったらそう言え。確かにそうだ。そうなのかもしれない。もはや俺にとってこの世界は無意味だ。正義などというくだらんものを信じたせいで全てを失った。あの時から世界の意味も失った。作り変えたところ、それは変わらんだ。そうだ、俺は壊したいんだ、この腐り切った世界を。ただただ壊したい。お前のやりてえことは分かった。だったら俺たちがそれを止める。さあ来い。行くぞ。まだバーなんてしぶといんだ。ん、いや見事だ。素晴らしい。なかなかに感動的な最終回だったよ。長官、なんでここに。話が違うぞ。もともとこれは私のものだよ。カイン、
お前は全く滑稽だな。そしてもう用済みだ。長官、何してんだ。どういうことだってばよ。おめえ、オラたちの味方じゃねんか。誰なんだお前。そうか、名は必要だ。そう、プロメテウス。とでも言ってくれ。プロメテウス。長官、何ふざけてるんだってばよ。そう思いたいのはわかるが、これは現実だ。少しは疑わなかったか。私がなぜアンブラスを知り得たのか、なぜアンブラスにベースキャンプを準備できたのか、答えは単純だ。私がアンブラスの昔からの住人だからだよ。騙したのか。見ていて飽きなかったぞ。家族を失い絶望の淵にいるお前が闇に染まっていくその様は、時に己の行動が正しいのかと思うし、かすかな光を求めようともしたが、結局は己を呪い、他者を呪い、目の前に広がる世界の全てを呪い、闇に取り込まれることを選んだ。いや、もはやそこに意志などなかった。お前はただ委ねたのだ、全てを闇に。彼ら、お前もなのか。無事かしら。無論だ、ガルナ。こやつらのことは任せた。邪魔されぬよう足止めを頼む。いいわ、任せて。